UWF のスタイルを作ったのは誰なのか？藤原説、狭山説など諸説ありますが、現在では藤原説を推す書籍が多いです。当時、新日本プロレスは、長州力のファイトスタイルであるハイスパートが主流でした。一方、全日本プロレスは、受けの美学を追求するスタイルでした。ルーツである新日本のストロングスタイルを、ただやってるだけでは差別化できない。藤原義明、狭山悟、前田明、高田信彦、山崎和夫。彼らはアントニオ猪木がいかに、偉大なレスラーか、わかりすぎるほどよくわかっていました。同じことをやっていては勝てない。そこで藤原の頭に思い浮かんだのが、道場でやっているガチスパー、キャッチアズキャッチ剣です。ピンホールに加えて、関節技でのギブアップも、加えたレスリングであるランカシャースタイルを、源流に持つものです。日本ではカールゴッチがコーチとして、日本プロレス、および新日本プロレスにキャッチアズキャッチ剣を、伝えたと言われたりします。当然ながらこの話は、新日本プロレスが自分たちの、技術と興行を、神格化するために唱えた幻想です。実は日本プロレス時代、すでにゴッチの技術に見切りを、つけていた選手がいます。例えば、ザ・グレート歌舞伎です。歌舞伎は日本プロレス時代に、ゴッチが垂れる講釈を聞きつつも、特に学ぶことはないと感じています。かといって、歌舞伎は俗に言う決めっこを、軽視していたわけではありません。むしろ海外経験の長かった歌舞伎は、全日本プロレスのコーチ時代に、外人選手に舐められないように決めっこの指導を、していました。海外ではどうしても仕掛けられてしまうことがあるので、それに対抗できる手段を、必ず持ってなければならなかったのです。北沢元幸も、ゴッチの技術はすごいという話に、どうだったかなと答えている一人です。北沢の決めっこの強さは、定評があり、ゴッチは北沢を、決められずに怒って、北沢の肛門に指を突っ込む裏技を、使ったほどでした。その強さは引退後も健在で、リングスの道場でボルクハント、スパーを、しても決められなかったという逸話もあります。歌舞伎と北沢には、ある共通点があります。それは、決めっこを身につけたのが日本プロレス時代だった、ということです。アメリカンスタイルを積極的に、取り入れた全日本と異なり、力道山の付き人だった猪木は、力道山の教えを引き継ぐことにこだわりました。その一つが、プロレスはキャッチアズキャッチ剣の、デフォルメであるということです。つまり、プロレスはギミックなどの部分を、除いた真のプロレスとして、キャッチアズキャッチ剣があるという考え方です。そのため、かつての新日本プロレスは、道場で決めっこの練習しかしませんでした。そしてそのスタイルは、そもそも日本プロレスのしきたりでもあったのです。力道山がキャッチアズキャッチ剣を、教わったのは、ボビー・ブランズというシューターでした。当然、力道山は弟子にもキャッチアズキャッチ剣を、練習させます。アントニオ猪木が育った頃の、日本プロレスには、本物の柔道家が多数所属していました。彼らの多くは講道館ではなく、日本古来の柔術の、ルーツを組む柔道家でした。つまり、コンデコマと呼ばれた前田光代と、全く近しい技術の持ち主たちだったのです。講道館がスポーツ化して、戦いの本質を忘れていく、中で、スポーツ化を否定して戦いで、生計を立てようとした柔道家たちは、プロレスラーへと転じました。日本プロレスは、力士出身のレスラーと、柔道出身のレスラーが決めっこを、練習するという異常な空間だったのです。そこにやってきたのが、カール・クラウザーことカール・ゴッチです。ゴッチはオリンピック代表であったアマレスの、技術で、体の小さい日本人レスラーを、制圧していきます。体重差は20キロ以上。しかも、ゴッチはアンドレ・ザ・ジャイアントも、ジャーマンスープレックスで投げるほどの怪力。日本人レスラーは柔道由来の下からの、技術で対抗するも、体重差は、いかんともしがたく、それを見たゴッチは、勝負の格好だな、と下げすんだのです。しかし、日本プロレスの日本人レスラーたちは、ゴッチのキャッチアズキャッチ剣の、技術の弱点も見抜いていました。特に学ぶことはない、と歌舞伎や北沢が考えたのも、当然でした。それは30年後に、当時の日本人レスラーが、すでに知っていた技術を地球の、裏側で発展させたブラジル人によって、証明されるのです。ところが、このゴッチの技術というよりも、類稀なるパワーに魅了された天才レスラーが、現れます。それが、アントニオ猪木です。当時の猪木は、日本人レスラーの柔道技術も、習得します。ただ、猪木は技術に貪欲でした。そして何より、ゴッチのパワーに魅了され、その鍛え方を取り入れます。こうして、猪木が作った日本最大の、プロレス団体ではゴッチが神格化され、ゴッチのトレーニングが基本となるのです。猪木はその技術を使って、格闘技世界一路線を、
売り出します。その一角闘技戦のほとんどは、ワークでした。しかし、それはプロレスと同じく、たとえ試合結果が決まっていても、技術自体は嘘ではありません。猪木は数少ないシュートマッチの、中で、実際に関節を決める技術を、披露します。さて、この異種格闘技路線は、プロレス以外の格闘技を、否定するものでした。プロレスは最強の格闘技という魔法を、信じた若者は、日本古来の柔道をも、否定します。猪木は日本プロレスで、柔道発祥の技術を、身につけたにもかかわらずです。猪木は日本プロレス時代は、下のポジションを取ることもありましたが、弟子には下になるなと指導するのです。そして、プロレス最強を信じて、入門した若者たちは、日本のプロレスのベースに柔道があることも、知らずに、キメッコに没頭するのです。このキメッコに没頭した選手が、佐山悟であり、前田明であり、高田信彦であり、船木正勝なのです。この中で、プロレスを捨てようとしていた選手は、一人しかいません。佐山悟です。佐山は新日本に入門して、早々に、打倒局のある新格闘技を、作ることを夢見ます。猪木は付き人だった佐山に、新日本派格闘技部門を、作って、そこで佐山を活躍させる、と約束します。佐山は新格闘技への夢を、胸に、虎のマスクをかぶるのです。佐山は、総合格闘技シューティングの、スタイルを確立していきます。打、倒、局、打撃技、投げ技、決め技の3つが、滑らかに移行していく回転体と、呼ばれるものでした。今のシュートの源流です。くしくも、それは UWF のスタイルと、非常に近いものになりました。しかし、決定的に異なっていたことがあります。それは、UWF はプロレスで、シューティングは、格闘技だったということです。UWF の社長、浦田昇は佐山の思想に、共鳴しました。浦田はもともとレスリングの、世界でチャンピオンになっていたので、プロレスよりシューティングの方が、共鳴しやすかったのです。佐山は浦田の力を借りて、UWF のリングで、シューティングのプロモーションを、考えていました。そして、最終的には UWF の、シューティング化を狙うのです。プロレスを捨てようとしていた佐山に、対して、前田や高田、船木波動だったのでしょうか？前田の新日本への入門の、きっかけは、新麻久志がありのもとでプロボクサー修行させてやるという言葉でした。入門当時の前田には、プロレスへのこだわりはありませんでした。ただ、在日コリアンという羊から、日本を飛び出て海外に行きたいという思いが、強かったのです。しかし、プロレスはガチではありませんでした。仕事として負けるということは受け入れられたものの、プロレス自体には嫌気がさしていた時であったのが、こっちです。前田は、プロレスの本質であるキャッチアズキャッチ拳の奥深さに、触れます。キャッチアズキャッチ拳は、まさしく、格闘技そのものでした。前田はプロレスを捨て去らずに、プロレスを本来の姿に、戻すという理想を持ちます。高田はアントニオ猪木に憧れて、新日本に入門します。新日本の道場で積み重ねるキメッコや、トレーニングは、他のスポーツと比べても、何ら遜色ないものでした。しかし、プロレスはガチではありませんでした。高田は八百長と呼ばれることに、コンプレックスを持ちます。道場でやっている練習はスポーツそのもの。他のプロスポーツと比べても、恥ずかしくないどころか、リング上では命を落としかねないことをやっている。ところが、世間の評価は、プロレスイコールショー、プロレスイコール八百長でした。高田は、プロレスをスポーツだと認めてもらいたい。その思いで、レスラーを続けます。旧 UWF とは関係ないですが、船木もまた、プロレスイコール八百長と、呼ばれることにコンプレックスを、持っていました。船木は新日本の道場で、藤原義明に鍛えられていきます。船木は両親が12歳で、離婚した影響で、15歳の若さで入門したこともあり、キメッコで強くなることは人に、認められることでした。技術は盗むものとして、技術指導がほとんどなかった新日本の道場で、船木派藤原とのスパーで分けも、分からず一生懸命に、足にしがみつきます。すると、今まで相手にされていなかった藤原に、そうだよ、それでいいんだよ、と認められます。やっと藤原に認められた、と思った途端、藤原は UWF へと、移籍するのです。それでも、人から認めてもらえた船木派キメッコに、魅了されました。そこからは、山田圭一や佐野直樹らと、独自にキメッコを研究していきます。旧 UWF でクーデターが、起こり、藤原と高田が移籍してきます。そして、佐山も参加することになります。ここで選手たちは、決して客入りの良くない UWF という団体の、方向性を考えます。観客と勝負させたら天下一品の、レスラー、アントニオ猪木率いる新日本に、
負けないために波動したらいいか。そこで藤原が、いつもやっている決めっこをリングの中心に、据えて波動か、と提案します。藤原派新日本時代、試合前の練習でも決めっこをやっていて、それが新聞記者に受けたのを、覚えていたのです。片谷佐山は、UWF を自らの、理想の新格闘技、シューティングのプロモーションにすることを、考えます。シューティングにおける寝技は、決めっこです。前田は空手を、やっていたので、打撃の経験があります。藤原、佐山、前田、高田は、決めっこだけでは技術のわからない一般客に、受けないのはよく理解していました。現代プロレスというのは、キャッチアズキャッチ犬の、観客に伝わらない要素を、排除して、わかりやすくショーアップしたものです。しかし、キャッチアズキャッチ犬だけに、戻してしまっては、地味で面白みが伝わるか、不安でした。当時はまだ観客の目が、育っておらず、シューティングでは制約が多すぎました。藤原のヘッドバットも、途中で挟まれるバックドロップも、まだまだ必要だったのです。この時代の観客がまだまだ育っていなかったのがよく、わかる事例として、シュートサインがあります。シュートサインというのは、レフェリーが今、関節技が決まっていますよ、とアピールするものです。佐山のシューティングでもキャッチコールがあり、関節技が解ければキャッチ解除まで、アナウンスしていました。当然、今の時代ではそんなコールは、ありません。観客の目が育っているため、関節技が決まっていることを、観客が見抜けるからです。しかし、当時の観客は、決めっこを見ても何が起きてるのか全く、わかりませんでした。そんな状況では、興行として成り立たなかったのです。そこで、打撃を加えることにします。藤原の決めっこの提案、前田の原初のプロレスに、戻したい思い、そして、新格闘技をプロモーションしたい佐山の、意図。これが合致して出来上がったのが、ユースタイルでした。寝技を理解できない観客の中で、ユースタイルとして観客と勝負できたものといえば、それは打撃でした。ただし、ユースタイルは観客を魅了するプロレスです。この打撃を徹底的に受けて、観客に痛みを伝える存在が必要です。強い、だけど打撃には弱い。これを体現する存在が、藤原義明でした。藤原は徹底して打撃を受けることによって打撃の凄さを、観客にわかりやすく伝え、それでも一発の関節技で、逆転して関節技の凄さも伝えました。前田が UWF のスタイルを作ったのは藤原さんと語るのは、まさにこのことなのです。そして、このスリリングなスタイルは、観客に一気に受け入れられます。今までのプロレスの流れを読めていた観客も、UWF には通用しません。何より UWF スタイルは、観客の持っていたプロレスイコール八百長のコンプレックスを解消してくれる強さを持っていました。やっぱりプロレスは、格闘技なんだ。完全決着など格闘技性のオブラートに包むことによって、ユースタイルはさらにリアリティを増していきます。こうして、ユースタイルはプロレスに革命を起こしていくのです。